どうも、龍太郎です。今日はね、私のこのファッションをまず見てください。私はね、このファッションがすごくイケてると思ってるし、自分でもすごい好きなんですけど、モテるファッションって何なんだろうなと思いまして。というのもね、私来週女の子とね、デートがありまして、まあ普通に、まあ、友達と遊ぶ分にはこういう格好で行って、まあ、自分がかっこいいと思うからいいやなんですけど、ちょっと訳が変わってきましてね、相手を立てたいというか、目立とうとするんじゃなくて、ね、言い方が難しいんですけど、まあ、世間一般でいうモテるファッションというものをね、ぜひしたいと思っておりまして、普段だったらね、おしゃれっていうのは自分が良ければいいと思うんですよ。なんだけど、まあ、向こうからかっこいいって思われたいなっていうのが、今回の一番のね、ポイントでございまして、まあ、それには、まあ、この格好は女の子受けがいいかと言われたら、まあ、シャネルが好きとかそういう感じだったら多分大丈夫というか、でもデートでこれ着てったら嫌じゃないですかって思ってね、今日は動画を回しております。モテるファッションとは何なのかね、皆さん一緒に考えてみましょう。まあ、って言っても結構このチャンネル見られてる方ってもうね、自分のファッションを持ってらっしゃる方々ばかりだと思うし、まあ、そんなでも女の子受けなんて今更というか、そういう人も多いと思うし、そもそもがね、結構女性の方、まあ、シャネルを取り扱ってる以上女性の方が多いんで、こういう悩んでる姿をねちょっと見ていただきたいと思うんですけど、今日はね、どういう格好すればかっこいいのかなって真剣に悩みました。1週間2週間、2週間ぐらい前にデートが決定しまして、で、2週間の間に、ま、来週だから3週間猶予があるから、まあ、なんかネットで買ったりできるなと思ってたんですけど、もうそもそも何を買っていいかわからないと。もう普段が、まあ、自分の好きな格好で行っていいならもう何ならこれで行きますよ。でもね、冒頭でもお話しした通り、この格好で行って果たして、まあ、自分はいいけど、さあね、まあ、その女の子と腕組んで歩いてるとしてさ、この格好で腕組んでていいのかなって。まあ、自分は自分をかっこいいと思ってるけど、その女の子は、なんか、自分と腕を組んでて、ね、横見た時にかっこいいと思ってくれてんのかなって。まあまあ、思ってね。やっぱかっこいいファッションとモテるファッションって違うと思うんですよね。うん。っていう結論に自分の中で今至っているので、今日はモテるファッションをね、私の持っている服の中からね、ちょっと、今までそういう人にね、媚びへつらうようなファッションはしようとは思わなかったんですが、今回ちょっと状況が状況ですんでね、初めてね、女の子向けのファッションも考えていきたいと思っております。まず、なんか、そういう、まあ、落ち着いてる雰囲気、やっぱシンプルっていうのがね、いいと思うんですよ。やっぱ、その、モテるファッション、まあ、その、なんだろうね、誠実な男の人というかさ。で、まず、まあ、この時期ですし、タートルネックのね、セーターを着たいと思ったんですよ。でもね、自分の持ってるタートルネックのセーターって、一応ね、紹介すると、こちらのね、これは、赤のね、タートルネックのセーターか、かね、それか、こちらのね、フェンディのね、ズッカのね、タートルネックのセーターになってしまうわけです。まあもう、普通じゃないんですよね。派手な色か、派手な柄か。まあ紺色だからさ、まあ柄は、まあ柄は可愛いけれど、まあじゃあちょっとこれにしようかな。これで、で、あと、ズボンっていうのもさ、今履いてるのこれと。好きにすごい好きで、まあ今流行りは終わったって言われてるけど結構履いてるんですよ。だけど、やっぱ綺麗めっていうのがポイントだとしたら、まあスラッククスとかなのかなと思うので、今日はこちらにねスラックスを用意いたしました。まあこれブランドとかは何もないんですけど、セットアップ10着ぐらい持ってるんですけど、10着の中の一番ね、センタープレスの綺麗な、このねスラックスを、使用していきたいと思っています。
じゃあちょっとその確定事項のものだけ着てみましょうか。はい、とこんな感じなんですけど、ちょっとベルトもコーチのベルトなんですけどね、まあお気に入りで、このね金具のね金可愛くてよくつけております。下のねズボンだけ変えるとこんな感じになったんですが、ちょっとなんか切れ目になりましたね。うん、まあなんかこの格好自体も悪くはないですね。まあ今から上着替えるんですけどね。じゃあ一旦上脱いで、よいしょ。今日はフェンディにしましょう。フェンディをじゃあ、はい、来ました。ただいまこんな感じ。まあこれだけだとどうだ、まあ多分赤よりはねいいかなって思いますね。でさ、今から上を着ていくんだけど、ちょっとさ、アクセサリーも今ここのね、とりあえずパールは、まあタートルネックだし外したんですけど、今の手のアクセサリー状況を見てほしくて、はい、これが基本的な自分のいつもの装備なんですよ。まあね、こっちの手はまあ時計はいるし、まあこれはね、ココクラッシュのブレスレットもこれも必需品だし、もうココクラッシュの、指輪もね、もう必需品。こっちの手はいいんですよ。こっちはちょっとやりすぎ感ありますよね。まあ、さ、よくさ、モテないファッションであるけど、そのジャラジャラしすぎ。自分は別にモテないファッション、モテるファッション気にしたことなかったから、もう好きなもんつければいいやっていうことで、もうプラスプラスプラスにしてたけど、まあね、よく考えたら、まあ普段はこれでもいいんだけどね、ファッションは引き算っていうね、私大尊敬しております、シャネルさんもね、言ってたんでね。まあ、でもこれをさ、どう減らそうかな。まあ、緩いからこれまで減らして、これも減らして、小指だけとかでいいかな。小指だけ3連も変化。じゃあ小指だけ1つとかしてみる。はい、じゃあこの一番細いリングだけね。指は残して。ああ、なんか、うん。で、どうしようかな。この字が書いてあるバングルも取って、じゃあこのでっかいのも取って、まあこれだけにしときましょう。とりあえずこれでだいぶ落ち着きを取り戻しましたかね、私の、ファッションはきっと。うん、でこの上にね何を着るかって話で、とりあえず、まあ、多分寒いと思うんですよ。だから寒いからカーディガンを、羽織りたくて、カーディガンはねこちら、このね、タートルネックで赤を遠慮したのに、もう赤はここで使いましょう。じゃこちらを、はい、今でこんな感じで、まあこれももう結構ね、小暮のね差し色の感じだったらいいと思うし、まあこれだからこれで完成じゃないんだね、まだあるんだよね。はい、まずここまででどうですか、どう思います。自分的には、まあ、ファッション性も考えつつ、ちょっと、でもこれ、モテるファッションなのかな、ちょっと頭抱えてます、今。で、まあね、こっからなんですよ。で、ここから、2パターン、とりあえず考えてるものがあって、一つは、私のね、いつも、この冬をね、毎年毎年、これで乗り切ってます。モンクレールのこのダウンなんですけど、これをね、まあ、普通に羽織って、よいしょ。まあ、これでね、まあ、一つのね、完成形。まあ、このダウンで暖かさを得つつ、で、ちょっとね、このチラ見せカーディガンが可愛いですよ、ぐらいのね、赤、差し色。で、まあ、柄もガラガラしてるけど、まあ、服を着てるからあんま見えないでしょ、みたいな。さりげないおしゃれを考えつつの、モテるファッションかなと思っているんですが、いや、果たしてどうでしょうか。でね、まあ、その、もう一パターンあるっていうのが、まあ、このダウンではなくて、あ、今日さ、お店で買ってきたんですよ、今日これ。わざわざ。なんか、何色これは。茶色がかってるのかな、これは。
茶色がかったコートを買ってまいりました今日。じゃこれをねちょっと着たらどうなるかっていうと、はい、うん、でちょっとさ靴が今これあのミュールだから変えてみましょう。はいはいはい、靴はね、サンローランの、リングブーツにしようかと思います。モテを最大限に考えたファッションです。ちょっともうちょっとこれくらいかな、うん、これ前止めても可愛いかも。で帽子はこのハンティング、まあ帽子までちょっとお見せできないけど、あーでもねこういう姿でよかったら、はい、どう、うん、いやでもなんかこのねカーディガンとさコートはいい感じなんだけど、いやズッカ柄がなんか引っかかるな。うーん、まあでもいい感じじゃない。てかねコートこれ買ってよかったな。これねなんか700円ぐらいでしたね。うん、元値が1400円ぐらいで半額セールたまたまやってて、はい、これでカバンどうしよっか。じゃマフラーとかもしたいな。じゃマフラー、もうなんかさやりたいものいっぱいあるな。ちょっとカバンどうしよっかな。2.55 だとちょっとやっぱレディースっぽいよな、女の人っぽい。そのまあ自分のファッション論でいうとこのレディースっぽいファッションってすごく素敵だと思うんですけど、今日のね話はちょっと違う、モテるファッションだから、モテるファッションではないかな 2.55 って。まあ持っていくならクラッチ持ちかな、こうかな。いやまあ今日は 2.55 じゃないな、ちょっと見てみようかな。ありがとう。はい、コスのバッグ。コスもちょっとフェミニン感あるかな。かっこいいアイテムを持ちたいよね、こういう可愛いのじゃなくて。さっきの 2.55 もまあ可愛いとかっこいいを兼ね備えてるけど、ちょっと可愛いが自分の中で勝ってるから、でこれはもう可愛いじゃん、どう考えても。どっちかというとねモテるファッション、イコールではないかもしれないけど、かっこいいめのものがいいので、どうだろう。はい、カラのバッグ、どう。てかね、気づいたことがあって、自分、かっこいいカバン持ってないかもしれない。なんか、服買うときもさ、とかもさ、かわいいもの、だからファッション、例えば服屋行ってさ、あ、これかわいいっていうものばっかでさ、これかっこいいって思って買ったことそうそうないかもしれない。だからね、かわいい小物ばっかだったわ、今見てきたら。でその中で一番スマートなのがさ、まあこれ、まあすごいさ、今が、この赤が見えてないと、すごい、暗めというかさ、まあ、落ち着いた色のファッションだけど、これがあることによって差し色がすごいね、出てくるというか、ポイントになってるのかなと思うんだけど、これ何も入らんのよね。これについて紹介した動画があるんだけど、ちょっとはい、あんだけど、これ何も入らんのよね。だからこれ持ってくなら、シャネルの、まあ、シャネルのこのバッグもかっこいいしすごいいいけどさ、なんか違うよな。うん、まあ、なんならもうだってさ、これずっか見せてんのにさ、シャネル嫌だしな、正直違うよな。いやー今日はこいつの日かな。バレンシアガのショッパーバッグ、ショッパーを持ってるバッグなんだけど、これかな一番いいの。結局落ち着いてるもんがいいかな。まあ斜めもいいと。でも斜めだったらさ、やっぱりこのね、なんか喧嘩してるんだよね、ブランドが。別に今日はね、まあ、普段は結構ブランドアピールしたい人間なんだけど、今日はブランドアピールしたわけじゃないからね。型で持った方がいいかな、このバッグは。うん、お、すごいいいんじゃない。なんかもう一個ぐらいこうで考えなきゃいけないかなと思ったけどさ、やってるとすごいいいかなって思えてきたわ、だんだん。
あ、だからちょっと待って、今頭の中で考えたんだけど、ズッカじゃない、結構落ち着いた色のね、ニット持ってたかもしれない。ちょっと探してきます。発掘したんですけど、なんかチャッチすぎる、そのシワとかすごいことになって、まあこれは伸ばせばいいんだけど、やっぱさ、そのブランド物とかってさ、いいものじゃないですか。そのブランドだからいいってわけ、まあブランドネームっていうのもあるんだけど、やっぱり高いし、そのブランドである以上、素材はすごくいいんですよね。着心地もいいし、これは多分すごい安物だからすぐシワになっちゃうしとかあるかもしれないけど、一応ちょっとこれも着てみましょうか。なんかそのブランドアピールするのはその日はあまり、好まないというか、まあモテるファッションですんで、やっぱモテるファッションでブランドをギラつかせるもんではないと思うんですよね。ちゅうことでこれを着ていきましょう。はい、中変えました。どうでしょうか。いや、ズッカの柄なくなっただけで全然違いますね。逆に寂しいと今は思っておりますわ。でもまあね、そこにこの赤があることによってなんとか、保ってるかな。ネックレスがついてない。今日ね、ファッションコーデを組んでいく上でね、最後に何かネックレス、一番シンプルなネックレス持ってきます。ちょっと探してきます。探してまいりました。今日のネックレスこちらにしましょう。パールがついてる、一粒のパールのタイプのね、こういう動くパールのね、ネックレスです。ネックレス一つでも全然違うと思うんでね。あ、でもさ、タートルネックだから見えねえ。ちょっと待って。はい、さっきのね、タートルネックでちょっと見えそうになかったんでね、こっちのね、トップについてるタイプ、なんか、こういうさ、タイプの方にしてみましょうか。じゃあちょっと近くでさ、よいしょ。まあ、見えるっちゃ見える。気持ちだね、本当に。気持ち問題だね。よいしょ。いや、立ったらネックレス消えたわい。あかんやん、こんな。しゃあない。じゃあ、もうシャネルのネックレスにしておきましょうか。ちょっとなんか取ってくるね。はい、取ってきましたのは、このね、私の超お気に入り、月モチーフのね、シャネルのパールネックレスですね。これね、こんだけ調節の幅があるんで、タートルネックでも、綺麗になると思います。うん、まあ、こんなもんかな。コーディネート完了です。お付き合いありがとうございます。私のね、モテるファッションこちらになりました。詳細をね、説明していくと、タートルネックの、ニット差し色のカーディガン、センタープレスの効いたズボン、程よいブーツ、落ち着いた色のコート、ちょうどいい小物が入るバッグ、パールのネックレスです。まあ、来週その遊ぶ女の子、今までね、その女の子と遊ぶ時って、まあモテるファッションを考えずに自分のかっこいい姿を見てくれみたいな、もう自分のかっこいいと思う格好で行って、もうあとは見てくれよみたいな感じだったんですけど、私も変わりました。モテるファッションをね、しようと。なのでね、こんなファッション見せたことないんでね、驚くと思います。きっと驚いてほしいですね。もうね、40分50分ぐらい考えてたんでね、これ、まあ、動画上ではね、まあ、実際2週間ぐらい考えてますから。で、今日もちゃんと買い物行ってね、このコート買いに。これが私の、モテるファッションみたいです。
いやネックレスいらんかこれ。いらんな。もしかしてだけどネックレスやめとこう。もうこれで。うん、これでいきましょう。決まりました。この格好に、当日はサングラスをせずに、行こうと思います。いつもサングラスかけてるんでね、もう室内だろうが夜だろうがサングラスはかけないで、ね、ピアス、自分ピアス結構開いてるんですけど、ピアスももう控えめ1個だけピアスして、当日に臨みたいと思います。当日はね、まあ軽くショッピングとかして、まあ、ご飯でも食べてっていう普通のねデートですんでね。まあこの格好、まあそのどこかっていう話はしないんだけど、まあ来週のねこんな、でもねこんな格好、普段の格好をしてたらさ、その動画の冒頭みたいなね格好してたら、まあ街でもし見かけたらね、あシャネルのブローチしてるあれみたいな、なんかなると思うんだけど、そのこの自分を知ってくれてる人がもしね見た時にあって思うかもしれないけど、こんなねあのモテるファッションって量産型みたいな感じじゃないですか、言うたら。まあ、わかんないけどね、もうそのモテるファッションを語るには、その語りきれないというか、初めて今日ね、実践しようと思ってるんでね、わかんないけれど、まあ、この格好してて自分が歩いて、多分誰か、この視聴者さんがもしいて、見ても、別に気づかないんじゃないかなって思いますね。だからまあ、モテるファッションって、なんだろうね、自分を殺してるのかな。その自分を出すことを抑えてるファッションなのかなって、解釈しましたね、たった今。まあ、もちろん自分を出してその自分のその自分の好きなファッションがモテるファッションかモテないファッションかっていうのは決めるのは相手次第ですね。別にこの格好だからってモテるファッションかって言われたら、人によっては違うっていうかもしれないし、結局は自分のね心の持ちよう、相手のどう思われるかなんて分かんないんだけど、まあ普段がね、全然違う格好なんでね、まあ、ギャップというかでもね、狙えたらいいかなって思ってますわ。だからちょっとこのかっちりしたきっちりした、まあ、モテを意識ちゃんとしたね意識したファッションでね、当日臨みたいと思います。今日はねこんな動画でございましたが、これからもね、ファッションいろいろ研究していくべきことがあると思うんでね、ファッションがマンネリ化しないようにね、いろいろね、取り入れていきたいと思ってます。というわけで、今日の動画見てくださってありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお待ちしております。普段はね、私大好きなのは、シャンネルでございますんでね、ちょっとモテるファッションにはあまり定義が取り入れられておりませんが、まあ本来だったらシャネルがすごく好きで、シャネルをメインにまあ使っているチャンネルなんでね、よろしければ、これからも応援をねよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。今週も頑張りましょう。じゃあバイバーイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。